はい、こんばんは、アキラです。それでは、魔人細工の課金装備評価をしていきます。今回比較するのは、こちらの剣とマスク。で、いつものように先に結論を言っておきます。今回は、剣優先です。まあ、今回もね、いつもの通り悩みました。まあ、最初見たときはね、マスク優先かなっていうふうに思ったんだけども、今朝になってもう一度、再度改めてよく考えてみまして、やはり剣優先だなという結論になりました。で、その経緯についてこれから説明しますので、よろしければ最後までお付き合いください。踊ってみせろ。ではそれぞれの性能を見ていきます。まず剣がナイトメアブラッド、属性不要が氷、ストレングスプラス281、特性が氷属性攻撃のダメージプラス 20%、 氷属性攻撃のダメージ上限プラス2000、ブレイク値プラス 50%。 アクセサリーがファントムマスク、 HP プラス 500、 MP プラス 50、 ストレングスプラス81、特性がボスから受けるダメージマイナス 10%、 背後から物理攻撃した時ダメージ上限プラス 1500、 自分がブレイクした敵のブレイク回復時間プラス 30%、 ステータス上耐性に巻き耐性がついています。で、まず剣についてですが、こちらプラス 20% と上限追加プラス2000がついてきました。二刀流の直近だと、ユーリが1500の特攻時プラス1500で、ルークが1500のみで、ディディが状態常駐限定でプラス3000となってたんで、まあ縛りなしのプラス2000っていうのはこれらに比べてかなり良いかなと思います。そしてブレイク値プラス 50% がついてきました。ただでさえブレイク性能超優秀な魔人ザイクスにこれでさらにプラス 50% 追加されます。で、ブレイク増性能を持った武器ってかなり貴重なんですよね。専用装備以外だとジルエルドと鉄パイプしかなくて、鉄パイプはニーヤコラボ限定の性能になってますんで、この時点でこの専用装備はかなり希少性の高いものとなります。なので、この剣プラスジルエルドの二刀流でね、魔人ザイクスの最高ブレイク値ってのをね、試してみたくなりますね。で、マスクがまずボスからの火ダメ軽減と背後攻撃限定のダメージ上限プラス1500がついています。ザイクスは個性で正面からの攻撃も確率で背後攻撃になりますので、その際に配線撃や不意打ちなどのダメージバフ効果も乗ってくるんで、このプラス1500はそのままダメージに反映されやすいと言えます。そしてブレイク延長プラス 30% がついてきました。これはね、超超貴重性能です。多分装備ではなかったと思います。専用装備でもないと思う。で、当然習得スキルでもありませんし、魔人ザイクスの固有性能でもブレイク延長は持ってないですよね。アーク特性で S レアのデローがあったと思うんだけども、それだけなんですね。なのでブレイクプラスの剣も貴重ではあるんだけども、希少性で言うとこちらの方が断然上です。で、麻痺耐性がついてくれてるのもいいんですよね。これ魔人ザイクスは初期状態で麻痺が耐性のみになってますので、これで無効化が可能となります。麻痺はどのユニットであっても無効化しておきたい状態以上ですんでね。という感じで、いずれも高性能かつ希少性能を持った専用装備であって、希少性で言うとマスクの方が上ではあるんだけども、じゃあなぜ剣優先となったのか。それはブレイク延長時間の条件、自分がブレイクした場合、この一文が引っかかってしまいました。ブレイク延長は自分がブレイクした時限定なんですよね。なので戦闘中にギリギリ他のキャラがブレイクしちゃうっていう可能性って決して低くないですよね。むしろ魔人ザイクスだけにブレイクをさせるように調整する方が難しい。ってなると、このせっかくの超超希少なブレイク延長ではあるんだけれども、気持ちよく使いにくいんですよ。まあ、例えばマルシュとかでもそうですけれども、自分がブレイクできるとはまあ限らないじゃないですか。ってなってくると、同じくマスクの背後攻撃限定の上限追加っていうのもちょっともったいなくなってくるんですよ。確率で正面攻撃も背後攻撃にはなるんだけれども、あくまで確率なんで全てに適用されるわけではない。それだったらシンプルに全ての攻撃に対してバフと上限追加がついている剣の方が気兼ねなく使うことができて、でかつブレイク値プラスっていう希少性能をついてるんだったら、ならばブレイク延長は超超希少な性能だということはよく分かった上だけども、プレイする時の心地よさっていうのを考えると、
今回は県優先という結論になりました。決してマスク優先が間違っているとは思いません。何度も言ってますように、ブレイク延長ってのは他に類をない超超希少な性能です。あくまでアキラの視点からの優先度の話ですので、皆さんもぜひご意見ありましたらコメントに書いて教えてください。マジンザイクスの課金装備評価は以上です。高評価を押すかどうかはお任せします。で、僕も今回はね、新章が21個ありますんで、少し優勝で追いガチャをしてですね、剣だけは取っておこうかなと考えてます。で、すごいのがね、この先ほどから言っているブレイク延長性能を持ったマスクが半年後にはレッドクリスタル交換所に並ぶんだよね。この希少性能がそのうち無償で交換しようと思ったらできてしまうっていうのは、それはそれですごいことだなと。なので、まあ全てのね専用装備がそうではあるんですけど、半年経ったらね、レッドクリスタル交換所に入荷されちゃうんでね、そのまあ今回は僕あと4つだけだから追いガチャしようかなと思うけれども、例えば今新章1つも持ってないのに専用装備のためだけに課金して追いガチャしようかなというのは、まあちょっともったいないかなというふうに思います。で、次の動画では今回追加されたストーリーの隠し要素というかですね、少し分かりにくい点ですね、その点の解説をしようと思いますので、よろしければそちらの動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。